ダメじゃないで。幻屋で、マオエシンジです。はい。今日の企画は、いい人止まりで終わる男子の特徴を紹介していきたいと思います。仲良くなれるのに、恋愛までいかない。そうなんだよ。もうそれがな、でもな、そういう人たちの特徴っていうのは決まって一緒やと思うねん。確かにそうかもしれん。だからもう今日はその特徴をもうバン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 上げていくので、反対のことをしてください。そうやね、反対のことをしてください。で、まあ、最後にお互いこれが一番言うやろな、特徴やろなっていうのを最後に発表していきたいと思います。はい。毎回22時帰宅。あー、なるほどな。これは、めっちゃいい人やねんけどな。いいことやねん。いいとこ攻めんな、あんたなんか。めっちゃいいことやねん。毎回10時に遊んだら返してあげる。いいねんけど、まぁ、1回目さ、遊ぶとするやん。で、10時に返してくれたら、うわ、なんか、健全な人やな。めっちゃいいポイント。で、2回目遊んだ時に、10時に返してくれた。あ、まぁまぁまぁ、いい人なんやねん。3回目遊んだ時、10時に返してくれた。あれ、もしかして、これは、私は異性として見られてないだろうかという風になっちゃう。例えば女の子のな、門限が10時とかで、絶対10時に帰らなあかんってことは別。でも女の子の門限がないとか、別に終電で帰ればいいとか、そういう時に、一回10時ぐらいに、いいねんで優しいねんで優しいねんけど、優しいねんけど、返す人はちょっとな、いい人で終わっちゃうな。いい人で止まって終わる。絶対そう。そんな体目的って思われたくないけどさ、ちょっと際どいことしてほしいよなって。わかる。なんか目的で言ってないけど、ちょっとなんか理性抑えれへんけど、ちょっと夜遅くなったとかも好きです、ですよね。好きです。これ何、模範解答は何なん、何したらいい、何したらいい、1回目はいいよ、10時に返すとか。でも 2,3 回目ってさ、絶対仲良くなってるわけやん。仲良くなってるんやったら、もうなんかもうちょっと時間すらして、なんか終電間際とか、そんな感じでもいいし、3回目なんやったら別に終電逃しちゃったとかでもいいやん。なんかそういう人の方がうまく持っていけると思うよ。そう、1回目から終電逃しちゃったのアホやね。アホやけど、アホやけど、なるほどな。1回目は通じて返してその2、3回目でちょっとな、ずらしていくっていうのがいいと思う。じゃあいきます。はい。私は、はい、隠し事がない。はい。これもシンプルなことや。ほんとさ、うちらネタがあるわけや。恋愛の分野、友達の分野っていろいろあるわけや。バイトとか。で、それで、恋愛のことをめっちゃ喋ってもいいけど、それやったら友達関係とかを喋らんといてほしい。だからどっかはさ、なんかさ、喋ってもいいけど、どっかは喋らんとこは全部浅く喋るか。それぐらいが一番いいかもって思った。札こやで。え札な。そうやな。あんた全部喋る。いい人止まりで終わる女子やねん。あー、なるほどな。めっちゃもう、だからこの動画な、見て、ってなってる人の気持ちめっちゃわかんねん。もうだから、まあ、一回告白しても、さつきとは友達でいたかった。ああ、なるほどな。あ、言われます。で、言われますよね。自分のことをほんまに全部オープンに話しちゃうから。そうやな。なんか別にこいつとは付き合わんでも。そう、それが思っちゃわんって。こいつマジでめっちゃ話そう。ほんまにそうやわ。めっちゃ話しちゃうから、ほんまに、こいつはもう、俺のこと恋愛対象とかじゃなくて、マジで友達だと思われてて、みたいなのもあるし、もともと友達が多かったから、その中の一人なんやろなって思ってて告白したら、え、俺みたいなことが多くて、ずっと振られるっていう。これさ、じゃあ、サツがさ、自分の特徴を書けばいいってこと。うわ、これ、1でいけるかも。いじらない。いじらない男子ってさ、いい人生まれてもある。なんか、優しすぎて、深く仲良くなる。けどなんか、お前ほんまにどうしやなとか、ちょっとけなすというか、そういうとこ嫌やわ、みたいな、軽く冗談で言ってくる。そういうのがやっぱり、なんか食いついてしまうよね。いや、わかるかも。なこの人、ほんまツンツンしてるけど、付き合ったら、なんか、え、積極的に来てくれるとか思ったら、てか、そういう人の方が積極的に来てくれそう。わかるな、そうです。わかるわかるわかる。はい。はい。正直。あーあんたやかーもう正直っていうのは、例えば、素直なリアクションをしてしまうねん。だから、例えば、自分やったら好きな人が髪の毛切ってきた時に、かっこいいみたいなのを言っちゃうし、なんか、だからほんまにさ、付き合わんでもこいつは俺のことかっこいいと思ってくれるみたいな。だから、その男の子でも、付き合わんでもいけんもんな。そう。それめっちゃいいやんとかいいねんけど、なんか全部に対して正直に反応しすぎると、この人は自分のこと大好きすぎる人間やみたいな認識にされて、なんか恋愛対象から外されると思うねん。あともう一つは、下ネタとか、そういう系の話とかあるやん。そういう系の話にも、正直に返答しちゃう人。あー、絶対無理だよ、それ。
えばなんか S な M なみたいな話の時に、うん、さあねみたいな、そっち系の人がモテねえやん、うん、確かにそうかもしれない、男の子でなんで、うん、分かるやろみたいな、そっち系の人の方がまだモテねえやん、確かにちょっと隠してほしいで、女子はなんかそんなん言わんわ、うんうん、みたいな、やめてみたいな、うんうん、一時系の話なんかせんとってみたいな、うんうん、この方がモテると思う、うんうん、そっちさ言っちゃうねんよ、正直にだからほんまにそうやって聞かれたら言っちゃうから、なんか隠す部分がなさすぎて、確かにあのいい人ともありで終わるんやと思う、駆け引きをしてないってことなんだ、そうてかツンデレ人がいっちゃモテるわけ、そうやツンデレがいっちゃモテる、あんたデレデレてかみんなあのいい人ともありしてる人はデレデレしすぎてる人もおりそうやな、うん、デレデレやと思う、アタックしすぎとか、うんうんうん、そうやと思う、あるかも、友達は一生もんやと思って生きてきた、そうやな、うん、って言ってるあなたに何友達が多い、これはなんかまあ異性の友達が多いっていうのもそうやし、男女の友情成立するって思ってる人の方がなんか、あーいや待てよ待てよ、いやそっちの方が意外とあれやわ、モテそう、え待てごめんこれは訂正します、これはちょっとあの逆かもしれんって思った、うん、異性の友達が多い人の方が結局さ異性との対応が慣れてるから、でも多いはいいけど多すぎはあかんのやと思う、もう慣れすぎてる多分、えでも結局それぞれ持ってるから、まあまあ、男子はそれぞれ、女子は違うと思う、女子は多くない方がいいと思う、逆やな、だから男子やったら友達は少ない方がいい人止まりで終わっちゃう気がする、そう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 、で女子は男性の友達が多い人の方がいい人止まりで終わると思う、うん、確かにそれはそうかも、うん、逆やと思う、やっぱさ男子は慣れてないとみたいなとこあるよね、うんうん、推しが弱い、推しが弱い、推しに弱い、推しが弱い、推しが弱い、なんか、うん、やっぱさ決めてってやっぱ男の人の推しやんって思っちゃう、だからその推しが、うん、なんかあんまりないと女性も食いつきにくいやん、まあ、ってなった時にさなんかあこれは今いけへんなーっていうのを繰り返しとったらもうええわーってなる、なんかそれやったらもう推し強い人に行っちゃおうと思う、うんうんうん、確かにそう、なんかさ結構ガチでその人好きみたいな人やったらさ、うん、推しが弱くてもこっちから推そうって思うけどさ、うん、ちょっと好きになったとかさ、うん、まだ友達やと思ってる人に推しが弱かったら一緒いかへんな、これはそう、でかいかもね、でかい、でも女子でいい人止まりになっちゃうのは推しに弱い人やで、うん、あ、それも駆け引きって、うん、推しに弱くてついてっちゃうやん、なんでも、あー、なるほどな、そんなんすごいやん、確かに確かに、いい人止まりやん、でも好きやったらついていっちゃうもんね、そうやね、そうやね、それは仕方ないよ、別にシャツが悪かった、素直に生きようや、やっぱり、でもなんかその素直さを可愛いって言ってくれる人がいいよね、それが可愛いと思ってくれる男の人は多分生きてる、うん、だからシャツは年上がいい、いや、なんか年下でも可愛い言えてくれる、でもなんか年下やったらさ、ほんまに思ってるか分からない、うん、年上やったら年下っていう部分を加味されて可愛いと思ってくれそうで、確かにそれはそう、だからシャツのお父さんとかシャツに甘いよ、親すぎやろ、親はまたちゃうやろ、もうみんなに平等、はいはいはい、これはみんなに同じ優しさとか、うん、同じ対応をしてると、うん、そりゃさいい人止まりで終わるよなってなら、だって特別がないねんも、うん、特別がなかったら、うん、例えば優しくされて、うんうん、あの人いいなって思っても他の人にも同じぐらいの分量で優しくしてる姿を絶対どっかで見るわけやん、うんうんうん、でどっかで見たら あの子にもしてる、あの子にもしてるってなると、あ、別にあの人はそれが標準なんや、標準装備がそれなんやと思っちゃって、まああの子はいい人よなみたいなのをみんなの女子で裏で話してるだけであって、恋愛で見る人は誰もおらん、だってそんなん確かに嫌や、付き合いたくないし、そう、付き合いたくもないし、自分が別に特別じゃないやろなっていうのが思うから、みんなに優しいよなみたいな言われるのは褒め言葉であり褒め言葉じゃないから、確かにな、だからそういう人は好きな人ができたら絶対対応変えた方がいい、あー、そうやな、いい人止まりで終わるってなんかちょっとさ、うん、切り捨てる感じするやん、それが、やけどさ、なんかこれは逆でさ、自分からやめとこうって思う、なんか好きにならんとこうって思うタイプよな、うんうん、確かに自分が傷つきそう、そう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 、その人は別に悪気ないんやろうけど、同じようには優しくするから彼女の私とみたいな、確かに、そんなん別にあの子と付き合えばみたいな思っちゃいそうやんな、思う思う、じゃあ1位決めていきましょう、わあ、わあ、なんかいっぱいありすぎてわからへん、せーので、推しが弱い、これですね、じゃあこれは普段意見違う自分で結構かぶるってことは珍しいから、いや、うん、な、推しが弱かったら、うん、やっぱいかんよね、進展しやんもんな、初めに言ったら十字で毎日返す人も言うたら推しが弱いってことよ、確かにそれはそう、そういうこと、うん、ほんまにアピールしようや、アピールしな、うん、無理やと思う、わかる、
でもちゃんと駆け引きをしてアピールしよう。押し引きをさ、強めにさ、バンバンでいこう。そうそう、うん、ずっと押しがやもずっと押しがちゃうのダメです。うん、うん、いい感じで。そうですね。押して引いてしてください。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。